お前、スネージナヤに戻って休養してるんじゃなかったのかよ。どうしてまだフォンテーヌにいるんだ。おっと、君たちか。まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。それで無理やり起き上がって一人で帰ってきたのさ。え、やり残したことってなんだ。スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているはずだからね。なるほどな。それで手がかりは見つかったか。ハウス・オブ・ハースはあらゆる方面の事情に通じているが、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もうだいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね、全身が痛くなったけど回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。厳冬計画。そうだ。それから不死者のことも、帰ってあいつの長話なんて聞きたくないよ。なんとかしてもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私もじきにここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人。それでハウス・オブ・ハースのお客人たち、私に何か用か。リネたちのことはよく知ってるけど、お前のことはまだよく知らないからな。そうかな。ちゃんと自己紹介した記憶があるが。あんな軽い自己紹介に何の意味があるって言うんだ。なんでお父様を自称してるのかくらい教えてくれよ。おっと、いい質問だね。俺も知りたいな。君たちが知らないということは、こちらの情報工作がうまくいっているという証拠だね。このまま続けておくべきのようだ。さすが外交官、こっちの構成をいとも簡単に交わすとはね。他に用がなければ私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければならない厄介事が家にあるのでね。え、ちょっと待ってくれ。ほう、その質問は俺も少し気になるな。ハウス・オブ・ハースの子供たちと接触したことがあるけど、みんないい子だね。彼らを見てるとトーニャとテウセルのことを思い出すよ。もし君が彼らを裏切ったら、
必ず君のところに戦いに来るよ。どうして私が彼らを裏切らねばならないんだ。ハウス・オブ・ハウスを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当かどうかはわからないけどね。まあいいか、白状するよ。じいさん、つまりオンドリが教えてくれたんだ。お前、子供たちに何か悪いことをしたのか？私のしたことよりも、偉大なるオンドリ殿が私をどう評価してくれているのか聞きたいね。そうだな、仲間を数多く始末して挙句の果てに家族にまで手を出したとかか。ほう、その様子じゃあれは嘘なんだね。いや、表現はあまり気に入らないが、ほぼ事実だと言えるだろう。厳密に言うと、それはある種の偏見なのだが、今弁明するつもりはない。偏見は真実を隠してくれる。これは私にとっては好都合だ。私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、実際はただフォンテーヌで育ったというだけだ。え？お前フォンテーヌ人じゃなかったのか？じゃあどうしてフォンテーヌを危機から助けたんだ？フォンテーヌで何かをするなら、この身分の方が役に立つからだ。下心があるんじゃないかと疑われることもない。誰もが故郷を救いたいと思うだろう。ただし、私が本当に守りたかったのはフォンテーヌ出身のあの子たちだ。原始大会は私には何の影響もないが、ハウス・オブ・ハースには損害をもたらすだろう。この情報で君たちの好奇心が満たされるといいんだがね。子供たちのためにフォンテーヌに残ったのなら裏切ることもないだろう。俺がうがちすぎだったな。悪かった。言っただろ、それはむしろ好都合なのだと。それはそうと、ハウス・オブ・ハースで療養してる間にすごく興味をそそられる話を聞いたんだ。ハウス・オブ・ハースでは家族間でトラブルが起きたら喧嘩して負けた方が譲るそうじゃないか。それって正々堂々と手合わせができるってことかい？それはここ数年の話だね。もっと昔ならそんなにいい話ではなかった。負けた方が全てを失うんだ、自分の命もね。危なすぎだろ。変わってよかったぜ。今の雰囲気は気に入ってるよ。それどころかちょっぴり羨ましいくらいだ。君にはこんなにたくさん家族がいて一緒に暮らせるんだからね。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。トーニャやテウセルが反抗期に入ったらその気持ちがわかるだろう。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにはまり、トーニャが自分の髪を42色に染める。ストップ。完全に理解したよ。あっという間にもうこんな時間だ。そろそろ行かないと。旅人パイモン、次はどこで会えるかわからないけど、機会があったらまた勝負しよう。だからまずは怪我を治せって。それと今回はありがとうな、アルレッキーノ。礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは君のおかげでもあるのだから、お互い貸し借りなしだ。それも悪くないか。それじゃまた。オイラたちも行こうぜ。お前も一緒に帰るか？なんだ、早く帰ってほしいのか？え、それは。夜風が気持ちいいんだ。
ここに残ってちょっと考え事をすることにする。大したお構いができず申し訳なかったね。良い夜を。やっと夜になったぞ。タルタリアが召使いを引き止めてくれて助かったぜ。あいつ気づいてなかったよな。リネの方はどうなってるんだろう。早く戻って確かめようぜ。もう少しここにいたいのか。ならば一緒に海を眺めよう。話すと長くなるんだけど、こっちはちょっとトラブルがあってね。クリーブは日差しの当たるところには行けないみたいなんだ。僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと、彼女は影の隅っこに立ったまま、静かに僕を見つめてた。あいつ、日差しが苦手なのか？いや、でも、もしそうだったら、日差しの下で暮らしたい、なんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラポイヤード、ランドワード、ジャンベル、オレール。うわ、このオレールってやつ、顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるのって聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論みは成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来二度と会ってない。つまりあいつは召使いに。残酷だけど、それが家のルールだ。ハウス・オブ・ハースでは、誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ、命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、
直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何か分かったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間、家で大きな論争があって、例えばシャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会ったやつらか？確かにあいつらって雰囲気も話題も全然違ったよな。簡単なことさ。お父様は僕たちをハウス・オブ・ハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウス・オブ・ハースに入った僕たちは自動的にファデュイとしてラベリングされるけど、多くの人にとってそれは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ、一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウス・オブ・ハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとってそういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろんお父様も知ってるはずだよ。でもそのなんだか状況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちはこっそり集まって何かを話してるみたいだ。あくまで僕の推測だけど、彼らはクリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、もしかしたらクリーブはみんなに誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でもいい口実ができた。やっぱり根本的な原因は幻冬計画なのか。ちょっとゆっくり話してくれよ。召使いも幻冬計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん、僕も詳細は知らないんだ。ファティスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけお父様から聞いた。神の心を無事手に入れたおかげで、ハウス・オブ・ハースは認められて、幻冬計画でとても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは危険に等しい。僕たちにとってはかなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。ファデュイの内部がそんなに複雑な状況だとは思わなかったぜ。でもそれがお前の家で起こってるトラブルと何の関係があるんだ？外部からの刺激は内部の対立を激化させる。死の恐怖に心が押しつぶされると、一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、
それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いからひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったらすぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。リネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、絶対にオイラのことを守ってくれよ。ひひ、やっぱりお前は頼りになると思ってたし。お、おい、あっちを見ろ。誰かに見つかったらまずいぞ。急いで追いかけよう。見ていないうちに窓を開けたの。ほら見て、外の景色が綺麗でしょ。残念だけど、それが私にできる限界なの。あなたたちから見て私のしたことってバカバカしいでしょ。希望の見えない抵抗を続けるよりも美しい夢の中で生きる方が楽だもの。クリーブ、一体何を知ってるんだ？ちゃんと説明してくれよ。いいわ。聞いたら後悔するかもしれないけどね。私を含めてこの家にいる人はみんなただの道具や消耗品に過ぎないの。利用価値のあるものは生かされ、価値のないものは博士の実験体にされる。死んだ方がマシという人をどれだけ見てきたか、もううんざりよ。それって全部召使いがやったことなのか？そんなことないだろ。確かに怖く見えるけど、そこまで悪いやつとは思えないぞ。うん、信じてもらえないって分かってたわ。みんな彼女をいい人だと思ってた。
彼女こそが本当のお母様だって。お母様？でも彼女はその呼び名を汚した。できることならもう二度と顔も見たくないわ。はあ、フェルビーがここにいてくれればいいのに。あの子ならきっとこの気持ちを理解してくれるわ。フェルビー、またその名前か。なんか変な感じがしないか。オイラたちの会話なんだか噛み合ってない気がするんだ。クリーブは本当にオイラたちと話してるのか、それともオイラたちを他の人だと勘違いしてるのか。だよな。でもまあ何かオイラたちに打ち明けたいみたいだし、もう少し付き合ってやろうぜ。こんなに小さいのに心の中でいろいろ考えてるみたいだよな。風だわ。そろそろ窓を閉めないと。月が綺麗でしょ。あのね、あなたたちにだけ教えてあげる。スネージナヤの夜のオーロラは今夜の月よりも綺麗なのよ。大人になったら一緒に見に行こうってフェルビーと約束したのよ。でも最近フェルビーの姿が見えないの。まさかあの子も。ふん、だってあの子は特別だもの。フェルビーはお母様に気に入られてるの。お母様と話さなくちゃ。でも喧嘩したばかりだから会ってくれないと思うし、私もお母様に会う勇気がない。どうすればいいのかな。全然わからないな。オイラたちも帰ろうぜ。明日は早起きしないといけないしな。全員揃ったね。今日も計画通りに動こう。どうしてそんなことを。実は昨日の夜クリーブに会ってさ、あいつが教えてくれたんだ。オイラたちスメールで博士に会ったことがあるんだ。あいつはすごく危ないやつってだけじゃなくて、悪いこともめちゃくちゃやってたぞ。お父様と博士に付き合いがないとは保証できないけど、お父様が彼と協力するとは思えないな。僕たちは同じ派閥じゃないし、互いを信用してない。協力するための基盤がないんだ。でもお父様が執行官になったばかりの頃、博士がハウス・オブ・ハースと協力したいと言ってたのは確かだよ。お父様はほとんどの提案を断った。秘密の実験を除いて。秘密の実験？もしかしてクリーブが言ってたのってそれじゃないか？違うと思うよ。秘密の実験が何なのかは知らないけど、それはハウス・オブ・ハースが単独で行っているものだ。博士は研究の方向性を提供しただけだから協力とは言えない。それに機密とされているのは実験内容に関することだけで、実験に参加した人のことは全て記録されてるから、クリーブが言ってたのとは全然違う。僕たちを信じてくれ。ハウス・オブ・ハースはファデュイに属してるし、君たちが受け入れられないようなことをすることもある。でも僕たちにだってそれなりのルールやモラルはあるんだ。ふう、それなら安心したぜ。正直もし召使いが本当に博士と手を組んでひどいことをしてたんなら、どう向き合えばいいかわからなかったぞ。でもまさかクリーブは嘘をついたってことか。そんな風には見えなかったけどな。直接召使いに聞けたらいいんだけど、きっとそう簡単には教えてくれないよな。
お父様は昨日帰ってこなかったから、まだ海岸の近くにいるはずだよ。よろしくね。リネット、ついてきて。フレミネも気をつけて。行動開始だ。今日はどこへ行くの？もうちょっと遠くまで行ってみよう。また会ったな。疲れているように見えるが、昨晩はよく眠れなかったのか？まあ、ちょっとな。悩み事が減れば、ぐっすり眠れるかもしれない。この後の予定は？戻って二度寝をするのか、それとも新しい話題を探すために頭を絞るのか。いささか興味があってね。今日は講師もいない。代わりにどんな理由で、私をここに引き止めるつもりなのかな？何の話だ？オイラたちはただおしゃべりに来ただけだぞ。ふん、まだこれといった案が浮かばないのなら、少し付き合ってくれないか？そう焦る必要はない。裏で動いている者たちとは出くわさない道で行こう。わあ、今日の海風は本当に気持ちいいな。子供たちは大人の目を欺けると思い込みがちだが、小手先の企みなんかは私からすると一目瞭然だ。まあ、もう少し時間をくれてやろう。何分私は忍耐強いからな。私は先に行く。もし付き合ってくれるのなら、パレ・メルモニアの入り口まで来てくれ。君たちがお利口でいてくれたら、あの子たちはまだ生き延びられる望みがあるかもしれない。どうしたらいいんだ！さっきのあいつの口ぶりからして、きっとオイラたちのやってることを見透かしてるよな。しかも明らかに脅しをかけてきたぞ。おお、リネが早くサインに気づいてくれるといいけど、やっぱりパレメルモニアには行った方がいいよな。あいつにあそこまで言われて行かなかったら、なんかまずい気がするぞ。じゃあ急ごうぜ。あいつがしびれを切らしてリネんとこに行っちゃったら、それこそまずいからな。
約束の会談まで少し時間がある。ここで話すとしよう。子供たちと仲良くしてくれて私も嬉しく思うよ。子供の成長には良好な人間関係が必要不可欠だからね。召使い、お前あいつらをどうするつもりだ。リネ、リネット、フレミネ、それにフィリオール、ナントゥイユ、かなりの人数だ。裏切り者に対し私は常に平等な処置を下す。例外は一切ない。もしかしてあいつらを殺すつもりじゃないよな。陳情でもするつもりか。残念ながら家のルールは誰にも変えることはできない。家では皆自分の言動に責任を負わねばならないのだ。お前はあいつらに何の感情もないのかよ。お前のことをずっとお父様って呼んでて心から尊敬してるのに。いかなる組織であっても感情でルールを変えてしまえば急速に瓦解してしまう。ましてやルールに厳しいことで知られるハウス・オブ・ハースだ。言うまでもないだろう。だが客人である君たちは処分対象ではない。これが君たちにかけられる唯一の慰めの言葉だ。リネたちは命拾いぐらいできるだろう。しかしフィリオールとナントゥイユを筆頭とする者たち、それにクリーブも、反逆を企てる者に対しては検討の余地などない。秘密を抱えたまま生きて家から離れることは許されないからな。そんなのあんまりじゃないか。ではこうするのはどうだ。客人の顔に免じてもう少し時間をあげるとしよう。もし与えられた期限内にリネたちがクリーブを消して証拠を隠滅できたら目をつぶってやる。さもなくば悪事を企んだ奴ら全員に厳しい罰を与える。ああ、約束しよう。それからこれは君たちに返そう。もうなくすなよ。マジックバードの訓練にはかなりの時間を要する。息の根を止めるのは少々忍びなくてね。どこで捕まえたんだ。さて、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。君たちをここに来させたのは私にファレメルモニアで話し合わなければならない要件があるからだ。君たちとは関係のないことだが付き合ってもらう。リネたちに状況を知らせようなどとは考えない方がいい。ちょうどいい時間だ。行くとしよう。久しぶりにお目にかかる、ヌヴィレット殿。面会の申請がこんなにも早く承諾されるとは、パレメルモニアの事務の効率には頭が下がるばかりだ。名高い外交官に対し尊重を持って接するのは当然のことだ。客観的要素からすれば神の心を贈与した時が最後の面会になると思っていたのだが、それに旅人とパイモンも同行しているとはどういった要件だろうか。私は間もなくフォンテーヌを離れる予定なのだが、その前に少し気がかりなことがあってね。一言二言では説明が難しいゆえ提案書を用意してきた。お目通しいただけたら幸甚だ。
ご要望の詳細は理解した。ただ無礼を承知で言わせてもらうが、召使い殿がそうする理由がわからない。ヌビレット殿は水を味わう趣味があると聞いた。では水を例にして説明しよう。家は巨大な湖にも似た場所だ。無数の川が流れ込み、また無数の川がそこから流れ出ていく。毎日その湖を眺めていると、流れ出ていくすべての川が海へとたどり着くことを願わずにはいられない。だがそれは不可能であると現実に知らしめられてきた。ほとんどの川は途中で乾き、もしくは土に染み込んで跡形もなく消えてしまうのだ。そういう海にたどり着けない水たちに存在の意味を与えたいと私は考えている。例えば両岸の田畑を潤す、もしくは誰かのカップに注がれる甘い泉になるという存在意味をね。何言ってるかわかるか？はっきりさせておかなければならないことがある。たとえどんな美辞麗句でごまかそうと、濁った水を飲みたいと思う者はいない。かつて濁っていた水と言うべきだろう。水に混じった泥をろ過し、本来のきれいな状態に戻しておく。だからその点はご安心いただきたい。取引ということだが、詳細についてお聞かせいただけるかな？もしヌビレット殿が提案を受け入れてくださるのであれば、徐々にフォンテーヌから勢力を撤退させる。今後不可避な場合を除き、フォンテーヌで特殊任務を遂行することはないと約束しよう。ラルドフ暗殺事件のようなことは今後起こらないということでいいのだな？寄付金を横領したあの偽善者のことか？彼の死には心から追悼の意を表す。だが現時点でハウス・オブ・ハースが関わっていたという証拠はないはずだ。無論もしヌビレット殿が提案を受け入れてくだされば、今後そういった厄介事が減るよう力を貸すことはできる。一切隙のない物言いだな。いいだろう、その提案を受け入れよう。ご承諾に感謝する、ヌビレット殿。では取引成立だ。私たちはそろそろ失礼する。スネージナヤの湧き水を二瓶ここに運ばせた。今度お会いした時ぜひ感想を聞かせてもらいたい。ああ、またくれぐれも約束を忘れぬよう。さあ旅人パイモン、行くとしよう。前にも言ったように、私はたやすく他人の感情に共鳴ができる。しかしあの執行官とは何度か会ってきたが、何も感じ取ることはできなかった。あの者の心はまるで薄暗く底知れぬ湖面のように、波一つ起きていないのだ。生まれつきそうなのか、それとも自らの意志で感情をコントロールしているのか、どちらにせよ危険な人物であることに変わりはないだろう。君たちが同行している理由は聞かないが、くれぐれも身の安全には気をつけてくれ。会話、一体何の話をしてたんだよ。湖とか川とか言ってたけど、もしかして水に関連した工事の話か？好奇心をかきたてられたのかな。
だが、それよりも大事なことがあるのでは？そうだった。リネの方はどうなったんだろう。何かいい方法を考え中なんだよな。頼んだぞ。すまない、新聞を売ることで頭がいっぱいで前を見てなかった。そうだ、お詫びとしてよかったらこの新聞を受け取ってくれ。いやいや、それは悪いぞ。気にしないでくれ、まだたくさんあるし、日にちが変わったらタダであげても誰も欲しがらないからな。なあ、少しでも多く稼ごうと多めに仕入れた自分が悪い。今日に限って新聞を買う人が少なくてまだ売れ残ってるんだ。どうかしたのか？あ、いや、こちらの方にぶつかってしまって。じゃ、俺はこれで。待て、賠償が必要ならちょっと今は手持ちがなくて。新聞を3部いただこう。代金だ。え？あ、ありがとうございます。神のご加護があらんことを。あなたのような気前のいい人に毎日出会えたらいいのに。なあ、いや冗談さ。明日は仕入れをほどほどにするよ。もうすぐ結婚するからって焦っちゃいけないな。じゃあ失礼。用事は済んだ。船でポアソン町に戻るとしよう。これで道中新聞を読んで暇を潰せる。また、もう少しブラブラしてもいいか？そうだ、おいらお腹が空いてきた。お腹いっぱいにならないと帰れないぞ。まだ淡い幻想を抱いているようだな。もう少し時間を稼げれば状況が好転するのではないかと。私には意味のない悪あがきのようにしか思えないが、だがもし私の友情権に応じてくれれば、リネたちにもう少し猶予をあげてもいい。それから君たちの疑問にも答えよう。例えばクリーブの正体について。そして私とはどんな関係だったのか。急に気前よく振る舞うなんて、まさかオイラたちに悪いことをさせようって魂胆じゃないだろうな。自身の力を過大評価しているようだな。君たちに悪事をなせるほどの天秤は見受けられなかったよ。おい、じゃあ何が目的だ？交渉で最も重要なのは利益の交換だ。一方的な要求や脅迫では望む結果をもたらすことなどできない。あ、その条件というのは、必要な時君たちが最も適切だと思う選択をもってハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。あれ、別に変な条件じゃないな。でも必要な時ってどんな時だ？そこは君たちの判断に任せよう。交渉成立だ。ついてきたまえ。